こが頂上か。ちょっと見て、空が。あそこから何か来ます。ニュークスか。ペルソナを出さなくても強く感じる。こんな反初めて。これがお前の役割ってわけか。だが決めたことに後悔はない。相手が何だろうが必ず倒してやる。そうか、なら君たちがもう理解できているということ。人にとって最も恐ろしいもの、最も目を背けたいと感じるもの、この僕が一体何なの。わかってるさ、そんなの。ああ、誰でも知ってる。全ての命に約束されてるものだ。ならわかるだろ。抗うなんて本当は無駄なこと。それで来るのかい。君たちだって怖いはずだ。ああ、怖えよ、決まってんだろ。でもな、言ってたってしょうがねえ。俺は生きなきゃなんねえんだよ。もう逃げるのは嫌。生きるっていうのは命の終わりから目をそらさないこと。たとえあんたの前でも絶対後ろは振り向かない。この身に変えても止めてみせます。私は自分自身でそう決めたから。そうか。皆さん、準備を。ニュクスが来ます。さらに仮想からも多数のシャドウ反応あり。待機メンバーでシャドウの迎撃に当たれ。ついに最後の戦いだ。死んでも勝つ。やったか。強い意志、その心がもっと多くの人々にあれば、滅びの訪れはなかったのかもしれないね。でも、もう遅いんだ。
もなく落ちてきます。この場所へ。残念でしたね。いいですよ、その呆然の表情。黙っていろ。でもだからってこんなのどうすれば。何か来る。狂気とは思えない。おめえか言うかよ。死はもう避けられない。お分かりでしょう。今さらどうするというんです。最後まで見届けたかったですね、ジン。諦めません、絶対。なぜ今さら立ち上がってどうなの。もうよせ。だからって諦められっかよ。決めたんだから命かけるって。そうだ、あの時だってフーカが助けてくれたんだ。自分で言ったんだから、離れててもつながってるって。私わかるよ、フーカ今絶対頑張ってるよね。信じられないくらいめちゃくちゃ怖いけどさ、でも諦めちゃダメだよね、絶対。そうでしょ、フーカ。ご心配には及びません。ここはあの世ではない。あなたはまだ生きていらっしゃる。覚えておいでですかな。以前私は申し上げました、気づいたコミュニティの力こそあなたを真に変えることのできる力だと。聞こえますかな。
あまたの声が。一つ一つはごく小さな力、しかし確かにあなたへと向けられている。届いておりますかな。目を閉じ耳を押しましなさい。かすかですが感じるでしょう。いるでしょう。これらはすべて絆を胸にあなたの力にならんとする願いの声。それぞれはかすかな力でも、その集まりがあなたに大きな変化をもたらすのです。さあ今こそ絆の力の進化をお目にかける時です。このカードをこの目で見る日が来ようとは、これは本当に驚くべきことです。これは私にとっても、あなたにとっても最後の力、すべての始まりの力であり、そしてすべてを終える力でもあります。これを得た今のあなたなら可能かもしれません。決して勝ち得ぬ絶対のものから彼らを救うことがね。あなたが手にしたのはユニバースの力、文字通りの宇宙。もはや何事の実現もあなたにとっては奇跡ではない。まもなく最上階でございます。デスを宿したのが運命なら、ワイルドの力を得たのもまた運命。あなたは自身の運命を受け入れなくてはなりません。契約はついに果たされました。私の役目はこれで終わりです。あなたは最高の客人だった。Thank you.
ゆくすの、いや、彼の力が生み出したのか。山岸、あいつは無事か？戦いはどうなった？光に包まれた時全部消えてしまって、もう何の反応も。まさか、この力と引き換えに。何言ってんだよ！そんなはずねえ！ちゃんと探せよ！あいつだけなんてそんな！嘘だろ？どいつもこいつも！私たちも命を懸ける覚悟で、捨てる覚悟でここまで来たというのに、なぜ私はこんなにも無力なの？大事な人を守れないの？私、そのためにここまで来たのに。いるんでしょ？分かってんだから。あなたがいなくなったなんて絶対信じない。返事してよ。聞こえてるんでしょ？私たちはここです。声を聞かせて、お願い。心配ないよ。その声、この宇宙で僕は再び眠りへと帰る。今度こそ本当の日常が戻ってくるよ。君たちにも、彼にも。彼は命の答えにたどり着いたんだ。ただそれが君たちより一足早かった。それだけのことさ。命の答え。アイギス、君だっていつかたどり着ける。君はもうかけがえのない命なんだ。誰にとってもね。あとは君自身が気づくだけでいい。絆の力が君をどう変えたのかってこと。まもなく影時間がこの世界から消える。誰もが本当の意味でこの時間の外へ出る。君たちの命の暦はまだ続いていく。おめでとう。奇跡は果たされた。またいつか会おう。
よ。ダミーのに今日もサボらず学校来てんね。安心安心。つかもう1年過ぎちまったな。来年から3年だぜ。高校もあと1年で終わりだ。その先になんか面白いことあんのかね。そんなもんかね。けどなんかいまいちだよな。今の3年見てたってさ。とりあえず勉強だけしてるっつうか、少なくとも面白そうには見えねえよ。いいんかな俺たちもこんなんで。なんか忘れてるっていうかさ。あれ、あの子なんかこっち見てね。つか何気に可愛くね。あんな子この学校にいたっけ。何言ってんの君は。同じ寮の子でしょ。マジ？そうだっけ。名前は。そこまでは知らないけど。だよ、結局知らねえんじゃん。つーか寮さ、年度の節目でバタついてて人の出入りとか最近わかんねえよな。ああ、そういや聞いた、真田先輩もうすぐ出てくって話だぜ。ボクシング部の真田先輩知ってんだろ。ほとんど話したことないけどね。そりゃ卒業生は出てくでしょ。霧城先輩ももう支度始めてるしね。霧城って、ああ生徒会長さんか。うちの寮だったんだよな。ねえ、なんでさっきからこっち見てるの。何かご用。あ、いえ、なんでもないです。なんか人を思い詰めてる感じじゃなかった。でもしかして俺かお前に気があるとか。ありえないね。そういうツッコミ可愛くねえよな。なあ、そういやゆかりっちさ。あ、悪い、やっぱいいや。何よ、言いかけといて勝手にやめないでよ。いや、その俺らってなんで仲良くなったんだっけ。いや、深い意味はねえんだけど、ふとそんな風にさ。別に特別仲いいつもりもないけどね。たまたまじゃない。そうだったよな。でも不思議だよね。うまく言えないけどちょっとわかるかも。よくわかんないけどなんか変っていうかさ。そういえばさっきの子、やばっ。あの、アイギスです。開けてもらえませんか。よかった。またあなたと会えた。ごめんなさい、急に来て。だけど私、どうしても話がしたくて。私、思い出したんです。皆さんは忘れちゃってるみたいですけど、私、また思い出した。私たち、あの時。すみません、こんな。ただ全部思い出したらなんだか、あの最後の戦いの時みたいにあなたが遠くへ行っちゃいそうで。今日卒業式の日ですよね。ごめんなさい、式もう始まっちゃいましたね。
外、とってもいい天気ですよ。覚えてますか？みんなで約束した場所。先に行ってましょう。平穏の戻ったこの街が一番よく見えるところに。いよいよお別れの時が迫りました。最後になりますが、私たちは先輩方にお会いできたことを心から誇りに思います。皆様方のご健康とご活躍を心よりお祈りし、お別れの言葉といたします。2010年7日、在校生一同より。続きまして、卒業生当時。卒業生代表 B 組、桐城満さん。はい。学園で過ごした最後の年は、私にとって大役を拝命しての1年となりました。生徒会長の任を果たすにあたり、私は考え、1年前のこの壇上で皆さんに言いました。未来の時間には限りがあるということから目をそらしてはいけないと。思えばこれを考える機会を与えられたのは運命だったのかもしれません。ご存知の方もあると思いますが、私は昨年父を病で失うという試練に。病で失った。珍しいな、あの人がスピーチ突っかえるなんてさ。こういう場所だし、お父さんのこと少し思い出しちゃったんじゃない？そう、私は父の死に触れ、一度は生きる意味さえ失いかけた。あら、私、大切なこと。え、真田先輩？いや、ちょ、なんすか？でも今は違う。父の意志は私が継ぐ。未来から逃げない。必ず受けて立つ。曇りもない。なぜなら、約束。なぜなら、私には大切な仲間がいて、そしてどんな未来からも目を背けないと誓い合ったからだ。あいつとアイギスのこと。あ、分かっている。みんな行こう。おい、待ちなさい。式の最中だぞ。どういうつもりかね。風、気持ちいいですね。私、春をこうやって体験するの初めてです。でもこの季節もやがて過ぎていってしまうんですね。あなたと一緒に戦って、世界の終わりと向き合って、私ようやく少し分かりました。私の探していたもの、生きるってどういうことなのか。それは多分、逃げないできちんと考えること、終わりと向き合うこと。どんなものにも必ず終わりが来る。どんな命もいつかは消えてしまう。それが自分にも来るっていうことを見つめた人だけがきっとわかるんです。自分が本当に欲しいもの、生きる証が何なのかってことが。
自分の力が足りないって思った時、悔しくなったわけも今ならわかります。守ることはもう私にとって与えられた役目じゃなかったんです。いつの間にか私自身の望みに変わってて、滅びと向き合うって決めた時はっきりわかったんです。二度とあなたに会えなくなるって想像したら、自分の望んでることが初めてわかりました。だから私決めたんです。私これからもずっとあなたを守りたい、あなたの力になりたい。こんなのきっと私じゃなくたってできることだけど、でもいいんです。そのためなら私はきっとこれからも生きていけるから。ありがとう。そうですね、おかしいですね。せっかく大切なことが分かったのに、こんな。おーい、皆さん。そうですね、私には絆を結んだ人たちがいる。きっとありふれたことでいい。大切な誰かのためにって思えること、それだけで人は生きていけるんですね。私も生きていけます、あなたを守るためなら。ありがとう、本当に。疲れたでしょ。今はゆっくり休んで、私はずっとここにいるから。みんなともすぐに会えるから。安心して。いつでもそばで私が守るから。君の手
振り向いて空を仰ぎ見るこぼれそうな涙こらえて明日こそいつの日かもう一度君に会えると信じ一人迷い雨の夜知らずに私は過ごしていた今はただ大切に忍ぶよ I feel endless the feeling 君はね確かにあの時私のそばにいたいつだっていつだっていつだってすぐ横で笑っていたなくしても取り戻す君を I will neverすぐ横で笑っていた失くしても取り戻す君